EV 化される新型マカンのデザインは？ 1 月23日、ポルシェは間もなく発表される新型マカンのデザインスケッチを数点公開した。マカンは2013年に公開された同社のコンパクト SUV で、今回発表されるのが2代目。デザインはポルシェらしさと、革新的であることとのバランスを目指したようだ。スタイルポルシェの責任者であるミヒャエル・マウアー氏は、既存の確立された製品アイデンティティを出発点として、電動化することになった初のモデル。新しくスポーツカーを発表する場合は、それがポルシェの製品ファミリーの一員であること、そして同じモデルであることが明らかに識別可能でなければならないが、同時に、ニューモデルだと認識できる必要があると話す。2代目からはフル電動化、バッテリー EV 化されることが明らかになっている新型マカン。エンジンがなくなりボンネット形状の自由度は上がったが、床下に大型バッテリーを配するため室内空間は犠牲になる。パワートレインの切り替えにより、デザインもチャレンジングになったようだ。基本的なプロポーションを適正なものにするためにはパッケージングが重要。クラシックなポルシェのフライライン、ポルシェ特有のルーフラインは、どのようなパワートレインの配置でも実現できるわけではない、マウアー氏。新型マカンも人まみただけでポルシェ。マウアー氏は、フル電動 SUV となった新型マカンも、ポルシェファミリーの一員であることを強調する。新型マカンも人まみただけでポルシェであり、明らかにマカン。プロポーションは、このセグメントのスポーツカーがポルシェにとって、意味するものを決定づけているものなので、基本的には変更しなかった。インテリアでもエクステリアでも、デザインは一層洗練されており、ニューモデルでは、さらにスポーティーでダイナミックな雰囲気となっているマウアー氏。なお、スポーツカーとして、もちろん電気自動車としても重要な空力も追求し、